おはようございます。釣り子 TV です。これ気になっていたルアーがね、釣り具屋さんに並んでいたんで、一つ買ってきてみましたよ。レイドジャパンの新しいルアーですね。お魚スイマーって言ってね、ワームなんですけど、まあスイムベイトっていう感じですかね。なんかもうね、絶妙なサイズ感なんですよね。この手のルアーって結構ね、大きめのね、ハイアピールなものが多いんじゃないかなと思うんですけども、ウェイトがね、35g で、ほんとね、手のひらにすっぽりとね、収まるようなね、こういう微妙にね、大きすぎない、ね、絶妙なサイズ感なんです。じゃあね、早速どんなルアーなのか開けていきたいと思います。こういうね、パッケージですね。で、ポケット取り出していきますと、これどっちか、はい、あ、色いい感じだな、このなんともね、ちょっとヌメヌメとした、はい、あー、これはね、手に取ってみるとね、大きさのそのイメージ以上にね、いろいろなこだわりがね、詰まっていそうな、そんな形状です。まずね、頭周りから見ていくと、ね、ずんぐりむっくりなね、水をね、溶光してくれそうなね、そんな感じの頭があって、顎のとこにね、こういうウエイトがね、埋まってますね。はい、で、全体的にこうね、フラットな面が多いなーっていうね、まあ横はもちろんフラットなんですけど、そこに至るここのね、ところにね、ちょっと斜めの面があったりしてですね。で、各ヒレが見ていくと、こうヒレがあって、ヒレの先端がね、こう微妙にこうぷくっとね、膨らんでいたりして、まあ、こちらもぷくっとね、膨らんでいて、ここはねストンとなってますが、各ヒレに何かね、いい仕事をしてくれそうな、そんなね、ギミックが搭載されていて、で、まあ、間違いないこのテール形状ですね。このグワングワングワンって、もう止めていても常にこう、ね、今手で持っているだけでこうちょっとフル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 動き続けるね、このテールね、これがね、絶妙に配置されているんでね、デッドスローでね、巻いた時に特に活躍してくれそうだなぁなんていうね、そんな感じの、まあ、ルアーですよね。で、ね、針ね、最初からこうやってね、フックがついてくれてますけども、これあのボディについてないんですよね。こうずっとね、抜けちゃう、ね、こんな感じで、ここからメインラインを通していって、それで結んで、それでここにキュッとね、くっつけて、ね、使うような、そんな感じの作りなんですね。うん、これによって、まあ、あの魚がかかった後はこう針が、ね、メインラインとつながって、これが独立した感じになるんで、まあ、これは魚ばらしにくそうなね、ギミックですよね。こういったのがついていて、あとはまあ自分のお好みのね、針が使えるっていうメリットもあるんじゃないですかね。まあもちろん普通のね、この通常にくっついているものでも、スプリットリングとかをね、でこう交換してね、好きな針に変えられると思うんですけども、直感的に、あ、今日はなんかでっかいの食ってくるなーなんていう時に、もうちょっとね、これ結構ね、細軸のね、フッ素加工のピンシャンな針が、ついておりますが、もう一個ね、太軸のやつに変えてみようかなとかね、いろいろね、そういった調整もできるんじゃないかなっていうことで、ね、説明書きの方がこの後ろにあるんで見ていくと、お魚スイマーのリギング方法ですね。鼻先の穴から、ラインを通してください。腹側もしくは、背側のどちらかの穴からラインを抜き出します。あ、背中側にも抜き出せるようになってるんですね。狙うシチュエーションや使い方によって腹張り背張りを任意で切り替えられますということですね。で、付属のトレブルフックにラインを結んでください。フックサイズは2番ですよということですね。で、トレブルフックのうち1本をスリットの内側に差し込んで、フックをボディに固定してくださいなんて説明がここに書いてあるんですけども、あー、これで
その糸を鼻先から出す方向によってこういう背張り仕様とね、で、このまあ最初ついていたこう腹張り仕様の両方が魚の状況なんかによって切り替えることができるんですね。その場ですぐにね、こういうのがね、なんかそこに本当置いておくだけで動かさないでこのね動き続けるテールがこうふわ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 ってなってるとね、上から見ているバスがバコーなんていうね、そういうシチュエーションをいくつかね思い当たるところがあるんで、まあ、バックウォーターでね見えバスとね、にらめっこするときなんかそういうシチュエーションで、活躍してくれるんじゃないかなとかとかで、まあ出しどころですけど、自分なんかだとあの関東の房総リザーバーに行くことが多いんで、この手のルアーを投げるってなると、まず頭に思い浮かぶのが、いやこれからの時期だとあの豊房ダムですかね。豊房ダムでまあこういう感じのね、仕様じゃなくても、まあとにかくシャットテールワームのデカめのものを岸際の奥に放り込んで、でこうふわーって出してくるとね、下からカバーってね、あの魚が湧いてきてくっていうね、そういうイメージが多いのはまずは、豊房ダムかな。あとまあトズラッパラダムとかはねもちろん効くんじゃないかなっていうところと、あとは三島湖なんかももちろんね活躍してくれそうですよね。でまあ南港フロックの亀山ダムとかね、タイミングによってはまあもちろん効きそうっていう感じで、まあどこでも効きそうですよねっていうことで、最近ねちょっとねバス釣りねあんまり行けていなかったんですけども、せっかくこういったねルアー手に入れたんで、秋のねバスフィッシング、これお魚スイマー持ってね楽しんでこようかなと思います。まあちょっとね雑誌とかではずっと見てたんですけども、実際に手に持ってみるとね、なんだろう、使いやすそうなサイズだなっていうことにね、早くねリグってみたいななんていう風に思います。はい、というわけで、本日の釣り子 TV はこちらね、レイドジャパンの期待のね、ニュールアーお魚スイマー125、これをね買ってきて開封してみて、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。また会おうぜ。